Thank you.
地獄に旅立つ準備はできたかね？地獄に旅立つ準備はできたかね？
出てきなよ。いるのは分かってるんだよ、先生。ご苦労だったな。揃ってここまで来てくれるとは、こちらから出向く手間が省けた。役立たずどもは全てやられたようですな。やはりお前だったのか。懲りない奴だが、どんなに細かく切り刻んでもまた出てきやがる。なんとでもいい。 X0 貴様らの命をわしのものにするまで、何度でも何度でも何度でも蘇ってやる。いつものように熱い戦いを期待しているよ。行くぞ。我々の出会いはこの時のため、新しい時代の幕を開けるための必然であったと思うのだ。 X、 貴様の振りかざす薄っぺらな正義とやらが私にこの世界の過ちを気づかせてくれた。それが全ての始まりだった。そうは思わないかね。ふざけたことを、シグマ。そう言い切り立つな。もはや時計の針を戻すことはできん。世界が宇宙にその生きる道を見出した時、宇宙開発に携わった高性能な新世代型レプリロイドは我が子供たちだったのだからな。子供だと？何を言っている？そう、ヤコブ計画は新世代型レプリロイドの設計段階から我が手の内にあったということだ。ヤコブ計画の作り出す次の世界は我々の世界なのだよ。さあ、X、滅びるがよい。古き世界と共に。全力でかい。終わりだ。絶望せよ。貴様らが守ろうとした世界が失った計画も全てはが手の内だった。貴様らに残されたものは絶望しかないわ。滅び、滅び、滅び、滅び。たとえヤコブ計画が最初から貴様の仕組んだことだとしても、
俺は最後まで諦めたりはしない。俺が相手だ。どうにか間に合ったか。ゼロ、無事だったんだな。人の心配はいい。それよりこの目障りな野郎を片付けるとしよう。お仲間の到着か。無駄なこと言う。次世代の王たる我が力の前には何もかも無力よ。決着をつける。任せた。よかった。それがお前の力か。まさか私がここで倒れるなどと。滅びるのはやつら旧世代の。君はルミネ、無事だったんだな。無事？もちろんですよ。皆さんもシグマを倒せて満足でしょう。おかげで計画もここまで順調ですよ。あんた、シグマに連れ去られて利用されたんじゃないの？利用？違いますね。彼は役目を果たしただけです。私たち新世代型を目覚めさせ、世界を変えるという役目を。来なさい。無駄です。行きます。行きませんね。無駄です。スクイーズボム。無駄ですよ。無駄ですよ。私を怒らせました。近場にいるぞ。つもりだ、ルミネ。貴様もイレギュラーなのか。イレギュラー？そんなものでないことはあなたも分かっているのでは。私にとどめをさせないのはそれが分かっているからでしょう。私たち新世代型レプリロイドのコピーチップは数多くの旧世代型レプリロイドのデータを解析して作られました。その中には当然あのシグマも含まれています。わかりますか、この意味は。コピーチップにシグマ？だったら僕もシグマみたいに狂っちゃうってこと？残念ですが、プロトタイプのあなたにはそこまでの能力はありませんし、シグマは決して狂っていたわけではありません。シグマは自らの意志であなた方の世界に反逆していました。そして私たち新しい世代のレプリロイドはいつでもシグマのようになれるのです。
私たちは自分の意志であなた方旧世界に戦いを挑むことができる。あなた方に分かるように言えば、私たちは自分の意志でイレギュラーになれるのです。X、 私たちが撃てますか？所詮は人の道具に過ぎないあなた方古い世代のレプリロイドが意志を持ち進化した私たちに何ができると。世界は変わったのです。生命がより進化した生命にとって変わられるのは自然の摂理です。おとなしく滅んでおしまいなさい。X、 迷うことないよ。こいつは悪いやつだ。敵だよ。敵、味方、そんな単純な問題ではない。レプリロイドの在り方が、生命の在り方が変わったのです。新しい世界にもはやあなた方は必要ないのですよ。滅べと言われて、おとなしく滅んでやるつもりはない。おかしなやつが出てきたら何度でも倒してやるよ。本当に何も見えていないのですね。まあいい、いずれわか。
X 状況は？こちら X 状況は、状況はアクセルがダメージを受けたが大丈夫だ。これより帰投します。覚醒、ルミネはそう言った。これは進化だと。もしその言葉が本当だとしたら、俺たちのやっていることは一体何だろう。大方ルミネの言ったことでも考えていたんだろう。シグマみたいなやつばかりになるのが進化などであってたまるか。それにな、 X、 本当に進化の時とやらが来て俺たちが滅ぶのが運命だったとしても、俺たちは戦わなければいけないんだ。その運命ってやつと。